いや、ありがとうございました。お疲れ様でした。祝っていただいて、非常おめでとう。ありがとう、うん、いやお疲れ。お疲れ。ケーキまで買ってくれて、高崎が買ってくれたんでしょ。うん、なんで3つにしたの。いや、なんかとりあえず木島って別にケーキさ結構食えるじゃん。木島に全部食ってほしいかなと思って買ってきた。あ、マジ。あ、じゃんけんしよう。こいつらはマジですよ。買ってもないし。買った人から選んでいくスタイル。あ、そうします。じゃあドラフトします、まず。おー、せーので指さして。そうすると戦略的になってくるな。食えない可能性あんのか俺。あ、そらな、うん、俺はそんなことは思ってないけど。ハズレ1位とかもあるってことでしょ。あ、そうっすね。ハズレ。あ、戦略的になってくるな。まあいいや、じゃあ決めました、僕は。せーので指さすと。受け入れの早いな。で、単独指名だったら食べれるんですか。食べれるっす。マジか。すっごいノリノリだな、こいつら。オーケー。すごいね。俺決まったわ、はい、かっこいいね。決まった、みんな。オーケー。基準は決まった。はい、決まりました。オーケー。せーの。寄ってきた。俺一番奥。おっと、これすごく、これすごく、これすごく、木島やば、今の。これすごい、ずるくない。いや、マジ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 。え、マジ。いや、俺いけないじゃない、そんな。単独指名、俺。ちょっと、あれ、しもちゃん。え、ボウ君がいるよ。女ボウ君がいるよ。ダメよ。ボウキ、姫だから。ボウキ？あ、そうか。ボウキはちょっと。ああ。え？いや、全然あり。考えすぎた。え、やった、じゃあ俺これ。単独指名と、え、食べよう、いただきまーす。じゃんけんしましょう、じゃあ。おいしそう、これ。じゃんけんしようか。うん。しもちゃん？しもちゃん。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 しょうがないなぁ。これマジか。え、これあれ、俺単独指名。全部食えるってこと？あ、もちろん単独指名だから。うわ、めっちゃでかいな、これ。結構、マジで。わぁ。みんなチーズケーキみたいなやつが食べたかった。こんな人気なんだね、これ。勝ちたい、マジで。高崎くんがこれ選ぶと思ったから、これ。なんで今日ご存知？高崎くんが食べれないでしたか。何してる？すごい言われた。すごいね。ヴィランやんけ。どうしたの今日？どうしたの今日？めちゃめちゃ攻撃的やん。本物の暴気やん。俺と同じこと考えてる。ああ。最初。もう一回。はい。やったぜ！やったぜ！ええ。あ、いたいた。やったぜ！ええ。おいおいおい、俺んだよ。おいおい。やばいやばいやばい。やばい。やばい。ごめん。俺んだよ、それ。ちょっと、一番美味しい背の部分いっちゃってんじゃん。背の部分。あ、いいね。平和だ、結局。結局ね。みんなで分け合ってね。高崎よく買った。え、なんかまたこぼした。こぼした。たくさんこぼした。うん。高崎、あれごめんな。いや、じゃあ、あの、高崎、あの、もういい、アンプリテッド風俗の2回目やのに、初回料金で一旦バラした。ブー、ブー、ブー。ごめん、初回料金ごめん。お誕生日おめでとう。ありがとうございまーす。すいません。プレゼント。え、しもちゃんから、木島への。じゃあ、野次くん開けてくれる？俺、ごめん、ケーキやから。普通、ケーキしももらうし。暴れてるね。何かな。すごい、なんかいっぱいある。BGM。あ、すごい。夜じゃん。うねり髪もサラサラ扱いやすく。知ってる知ってる。ヘアオイルです。なんか今人気のね、バス停に広告とかが出てるやつだ。結構ちゃんとしたやつだね。バス停って宗教系の広告多いよな。そう？うん。じゃん、いらねえコメントしてるやついるな。ん？おいしい、プレス。ありがとう。一番嬉しいですね、ヘアオイルが。はい。ヘアオイル持ってないの、自分で。あるけど、いろんなやつ楽しめちゃいじゃん。なるほどね。わかる。ん？うん。簡単かなと思って。また髪系？あ、また髪系？ヒマくんといえば髪の毛。コンパクトスタイラー。ブラッシングだけでサラサラ。艶やかな美しい髪へ。ありがとう。ガチなブラッシングのやつか。タングルティー、タングルティーだ。出た。知ってんの？知ってる知ってる。俺も。あ、知ってる。あ、そうなんだ。濡れ髪用のやつ持ってる俺。あ、わかる。キモ持ってるよ、濡れ髪用。タングルティーザーだっけ。どんぐらい効果あるかちょっと試してみようかな。今この状態ね。うん。いい方ね。あ、でも。あ、でも。でも、え？マジで強出てない？なんかボリュームがなくなった。カナブンのボーカルみたいな。ああ。カナブンにボーカルいないでしょ。いるわ。はい。どういう意味？ありがとうございました。
ほんと、うん、めでたいよ。でもいやおめでとう、本当にめでたい、おめでとう。いやあのね、ああまあ一昨日、なんで普通にさらっと一昨日、いやその一昨日さ、うん、まあだから2日後に俺の誕生日が迫る日にさ、うん、バイト先の LINE のグループに招待されて、使ってなかったの？いや、とあるグループに招待されて、うんうん、そのグループが来週誕生日の先輩の誕生日会どうしますかっていうグループ LINE で、なんでそんなん言うの？おっと助けられないね。そう、うん、あいつかばったらさ、次俺らが標的になる可能性あるだろ。目合わせ。いやだから嬉しいよ、今日みんなに祝っていただいて。祝ってないよ、ね、あれやったな、祝ってない俺たちは、うん、どうするよこれ、マジで近寄っちゃいけない、あいつには。相当な負のオーラまとってやがる。みんな親に止められてんだよね、俺。ごめんね、初めて。キジは帰ってくれないとき帰ってくれないから、ちょっと意味わかんないな。うん、深淵みたいな、深淵覗いた時、深淵もまたこちらを覗いてるみたいな。ありがとう、うん。いや、俺らからその締めのご提供できない。うん、ごめんけど、一人で締まってくれ。キジマじゃ最後に一言、うん、目指せ10万人。冷めるってそれ無理やで。なんなんそれ無理やで。お前のそれなんなん、冷めるわ。現実で1000万言ってるわけじゃないんだから別に。10万なの無理やで。すごいね、ヴィランやんけ。どうしたの今日どうしたの今日めちゃめちゃ攻撃的やんけ、ね、本物の暴起やん。俺と同じこと考えてる。ああ最初もうしじゃあいけん、ほいやったぜ